日本埼玉市見沼区、大谷大谷は、埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では、同地域に、かつて存在した北足立郡大谷村についても記す。郵便番号は337-0014。埼玉市見沼区東部の大宮台地上に位置するが、北、東、南から、見沼の宿が台地を取り巻くように複雑に入り組み、起伏がある地形である。 東で日座湖に、西で蓮沼及び南中野に、南で、東新井、三倉、笹丸、染谷、加田谷、新田、加田谷に、北で、東門前、新し包み、東宮下に隣接する。おおむね田谷側の右岸にあたる。区域区分は、地内を縦断する埼玉県道65号埼玉、札手線を境に分かれる。西側は市街化区域に属し、住宅地が主体で他に、 商店街や団地などがある。東側は市街化調整区域に属し、一部で日清大谷団地があるほかは二地が多く、思い出の里市営霊園がある。南北に縦断する都市計画道路大巻丸が、先線が計画されており、東楽園通りと埼玉県道65号埼玉、札手線の間は、東側車線が整備済みとなっているほか、一部用地が確保されている。 南部には、三倉中央通線が計画されている。また、内田側が、片谷側に注ぐ。公共交通機関は、東部の打線七里駅のほか、国際工業と東部バスウエストの路線バスがある。どちらも本数が充実しており、国際工業では、大宮駅へ、東部バスウエストでは、北浦和駅へ行くことができる。縄文機及び、弥生後期の遺跡である。 大谷公屋が地内にある。国土交通省地下工事かつては、江戸期より存在した武蔵国足立軍南部領に属する大谷村であった。南北朝時代にはすでに武蔵国大谷号と称しており古くから存在する地名である。村高は、昭法年間の武蔵国伝園墓では97国余り、元六合帳及び天保郷町では十七国余りであった。 スケゴは日光成海道大門宿に出役していたが、官方法歴年間は中仙道大宮宿にも大出役していた。活性期の世帯数は60件で、村の規模は東西10兆余り、南北8町であった。長芋とか渋が村の特産品であった。大きな谷があったことから、2017年9月1日時点の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は付設されていない。最寄駅は東部の打線七里駅となるが、大和大谷あ稲荷東213番42の地点よりおよそ 2.2km の地点にある。これ以外にも七里保育園のすぐ南側などに無名の公園がある。ありがとうございます。